ドラゴン2はアメリカの民間宇宙企業スペース X が開発した有人宇宙船であるドラゴン無人宇宙補給機の後継機として開発されており2020年5月に初の有人宇宙飛行を成し遂げたドラゴン2は同社のファルコンキューブロック5ロケットに搭載して打ち上げられ着水して帰還するよう設計されているアメリカの宇宙船としては2011年の スペースシャトルの退役後では初めて友人で飛行した宇宙船であり、スペースシャトル初飛行から計算すると実に40年ぶりとなる新型の地球周回軌道に到達した友人宇宙船である。打ち上げ前のドラゴンに、ドラゴンには旧型のドラゴンと比べて、フライトコンピューターやアビオニクスが新しくなるほか、機体の形状も変更されており、大きな窓が備えられ、また、 太陽電池アレイが再設計されるなどしている。ドラゴン2では、クルードラゴンと呼ばれる、有人飛行に対応したバージョンと、カーンコドラゴンと呼ばれる、旧型のドラゴンを置き換えるための無人のバージョンの2種類が製造される。クルードラゴンには、独特の打ち上げ脱出システムとして、四隅に核に傷ずつ備え付けられたスーパードラコエ,エンジンの逆噴射を用いるシステムが取られている。 クルードラゴンとカーゴドラゴンは共に商業補給サービスと商業上院輸送開発計画のもと国際宇宙ステーションへの輸送に用いられる予定である。またクルードラゴンは低軌道を越えて月への宇宙旅行に用いることも想定されている。クルードラゴンの開発は2010年にドラゴンライダーとして開始された。これは NASA が C シ,シリル計画として ISS への人員輸送を民間委託する方針を示したことを受けてのものであった。クルードラゴンの設計が公開されたのは2014年5月で、2014年10月にはボーイングの CST-100 とともに同計画の機体として選定された。NASA はクルードラゴンを低コストなオプションと考えており、高コストだが堅実と評価された。 CST-100 が42億ドルの資金を得たのに対して、クルードラゴンは26億ドルを得た。2019年3月に ISSA の無人試験飛行を果たし、2020年5月には c ディル計画発となる有人での飛行試験を達成した。カーゴドラゴンもまた、2016年1月に NASA の CRS に計画に、ノースロップグラマンのシングナス、シエラ、 ネバダコーポレーションのドリームチェイサーと共に選定されている。スペース X による CRS-2 ミッションは旧型のドラゴンによる CRS ミッションが終わった後の2020年12月より開始された。2012年当時のドラゴンライダーのモックアップ。打ち上げ脱出システムのエンジンがカプセルの外側に見える。ドラゴン2にはクルードラゴンとカーゴドラゴンの2種類のバージョンが 存在する。クルードラゴンはもともと、ドラゴンライダーと呼ばれていたもので、7人の乗員、または乗員と貨物の輸送に対応することが起とされた。完全に自動化されたランデブーとドッキング能力を持ち、NASA ドッキング機構を使用して、ISS と接続するよう設計されている。典型的なミッションでは、ドラゴンライダーは ISS に180日間ドッキングすることになるが、 宇宙船自体はロシアのソユーズと同様に1 0日間の滞在能力を持つ。最初期のデザインが公表されたのは2010年のことで、スペース X は当時から打ち上げ脱出システムをドラゴン宇宙船に統合することを計画していた。この手法は既存の主な有人宇宙船で用いられている現因式のアボートタワーと呼ばれる方式と比べていくつかの利点がある例えば、 軌道に向かう全工程において脱出システムが動作できること、脱出システムの再使用が可能であること、分離の必要がなくなることで安全性が増すこと、脱出システムのエンジンを流用して着陸ができる可能性があることである。スペース X は当初、ドラゴン2において従来のパラシュートで海上に着水させて帰還させる方式のほか、 ロケットエンジンを逆噴射させて着陸を行うことを計画しており、この方式で2017年までに乗員輸送を実現するとの開発スケジュールを示していた。スペース X は NASA に対して、クルードラゴンの最初の数回の飛行はパラシュートを用いた洋上着水となるものの、以後は着陸が基本となるとの提案を行った。このようにパラシュートによる期間はあくまで、 バックアップとして扱われていたが、後に逆噴射による着陸が取り留めとなったことから、すべての機関でパラシュートが用いられることとなった。2011年には、ドラゴン2の生命維持装置の開発にパラゴンスペースデベロップメントが関わることが公表された。また2012年には、打ち上げと再突入の際に利用される宇宙服を開発していることも明らかとなった。 ドラゴン2の価格については、2015年の NASA の資料では、RKK エネルギアのソユーズ宇宙船の7600万 US ドル、人の打ち上げ費用と比較して、スペース X のドラゴン2宇宙船の打ち上げ費用は5800万 US ドル、人と低価格で、経済的であると記述されている。ドラゴン2の設計は、2014年5月29日に、 カリフォルニア州放送にあるスペース X の本社のプレスイベントで公開された。2014年10月には NASA はドラゴンを ISS へアメリカの宇宙飛行士を運ぶ商業上院輸送開発計画の候補の一つに選定した。スペース X はドラゴン2の打ち上げに同社のファルコンキューブロック5を使用することを計画した。様々な角度から見たクルードラゴン ドラゴンには以下のような特徴を持つ。着陸システムとしては当初以下の3つの方式が検討されていた。しかしながらスペース X のイーロンマスクは2017年7月動力着陸の開発を中止しすべての着陸をパラシュートで行うことを発表した。スーパードラコは引き続き打ち上げ脱出システム用として残されるが着陸足は取り除かれる。 安全面での難しさが理由とされており、スペース X はこの技術は将来の宇宙船で改めて用いるとしている。ドラゴン2のパラシュートシステムは旧型のドラゴンのものと比べて完全に再設計されている。これは打ち上げ中の緊急脱出など様々なシナリオに対応する必要が生じたためである。ありがとうございます。